やっと涼しなりそうやったのね、台風来て。そうですね。昨日縛りに行ってきたけども。え、どこにですか？マリーナ、マリーナ。あー、もう頑丈に縛ってきたけど、すっごい、もう昨日からすでにすっごい風やもん。あ、そうですよね。明日も多分えらいことになってると思うから。明日朝からですよね。どう見んのも、もう縛ってきたから明日も別に時間というか見に行こうもだ、見に行くか、見んのも怖いなと思って、どんなことになってんのか。あ、ロープすごいちぎれそうな勢いでこんなになってるからな。あ、そう、昨日でもすでに。明日朝からですよね。うん、でなんかノロノロで行ってるからしばらくなんか影響みたいですもんね。うん、トラック一応生コン走ってるんですよ。あの IR 万博、はいはい、生コン車。まあ間に合わんと思うけど。あれ2025でしたっけ？2025ですね。ある？どうなんですかね、なんかパビリ出店パビリオン申し込み外国ゼロとかやで。でも韓国だけはあったんですよ。韓国だけです。でしょ、そんな万博ならへんやん。他様子見てるのかな、知らんけど、なんか遅いですよね。いや遅いっていうか、あんなんできるかと思ってるんじゃん。でも大阪は用意してますよね。これ多分間に合えへんと思ってんねんけど。どうするんですかね。今ここで中止したらめちゃくちゃロス大きいですよ。中止とは正面切って言われへんでしょ、1年延期ぐらいになるんちゃう、ま、やっぱりあかんなみたいな。もうそんなしたら中途半端な会社になるでしょ、やったとしても。いや、あかんなって言いながら、やっぱその間に維新も自民も潰れてもったらもう終わりちゃいますもん。あ、責任とどうかないと。ないと、2025でしょ、はい、ちょうどそんなタイミングじゃないですか。でもお金持って逃げたやつはみんな逃げてる。松井一郎とか。あ、もう辞めたでしょ、ほんで。どっか行ったでしょ、あれもう、もう政治家引退するっていう。なんか違う商売してるでしょ、ほんで、また、はい。もう持ち逃げじゃないですか、あれ。業者さんもどうなんですかね、あれに当て込んでね、コロナで苦しい中も。っていうのは結構あったんですけどね。なんかバレてきてるでしょ、あの不動産三社談合やってたのとか。そんなんいつでもやってますからね。やってるけど、あんまりちょっともうちょっと穏便にしとったけど、もう激しくあんだけ言われて続かれたら、もう逃げたらしええんちゃうん、あの辺は。吉村お前やっとけみたいな、お前はケツ吹けよみたいな。あ、日本人の悪いところですよね、うん、あの東京のオリンピックもそうだったじゃないですか。全く一緒ですよ。めちゃくちゃ最後膨らんで金かかるって言ってわーってマスコミも騒いだんですけど、うん、結局スーッと流れてしまったじゃないですか、うんうん。最後検証してね、こんだけロスしたとかっていうところをね、ちゃんと責任の所在とかやるべきなんですけど、スルスルスルと流れて終わっちゃいましたもんね。なんとなく終わってまうみたいな、いっぱいお金かかりましたねっていうので、もうそれで終わりですから、ね、終わりでしょ、同じパターンちゃうんですかね、カジノなんか絶対無理ですよ、あんな。難しいですね、あんなとこで、誰が来るんですか、あんなとこ。あれですよね、もうぜひともインバウンドで大阪を拠点にしてほしいんですあれね。今大阪じゃないじゃないですか、京都とか東京があって京都とかじゃないですか、で大阪素通りで奈良とか行っちゃうじゃないですか、でまたよそ行くじゃないですか、大阪に1泊でも2泊でもしてもらって金落としてもらおうという。カジノじゃないもんな、でもそんな。そうですね。まあ一部の人ですよね、カジノがあるから大阪行こうって思う人はね。外国人カジノけえんと思うよ。日本人のパチンコ好きが行くぐらいじゃん。ほんまにカジノ好きな人やったらね、あのマカオとかね、もともとシンガポールとか、ね、シンガポールとか、もともとほんまに行きますわね、わざわざ日本にさカジノ行こうっていうのはあんまりね、考えにくいんですけどね。他もセットでしょ、あれ。カジノ以外に、ホテルとか、あとちょっと怪しげな遊びみたいなんな、もうあんなパッケージになってますよね、あれ。井口さん知ってた、カジノってもともとあれ目的って、税収増やすためじゃないですか、人をインバウンドの人間は。税収とか、あとまあ多少その観光的なもんとか、はい、そのステータス上げるとか、はいはい、
観光収入を上げるとかっていうのはあんねん。2番目、はい、3番目に、はい、元、1番元って何か知ってる？俺もやっと知って、知らんかった全然。いや、今おっしゃったことぐらいと思ってました。目的ってな、マネロンやねんってあれ。そうなんですか。基本的なものの考え方ってマネロンダリングなんですよ、あれ。だから、樋口さんと俺が、はい、例えば同族っていうか、はい、同じ穴のムジナみたいな、はいはい、で、俺がチップバーンと置いてかけて、はい、負け続けると永遠に、はいはいはい、汚い金を、はい、でそっちに流すと同族の中で、はいはい、そのシステムなんですよあれ。負けさしといてこっちは勝たしてそうお金を、うん、動かすというそういうマネロンなんですよあれ。俺にいや知らん、あなるほどなと。だからそんだけごっつい金動かすんやなっていうのが、まあ、腑に落ちたっていうか、うん、すっごい分かりやすいでしょでも、うん、で日本の場合はまあカジノなんかないけど香港でもそうやし、あとシンガポール、ま、マカオもそうやし、あのシンガポールもそうやけどやっぱ特区なんですよ、うん、金融のある意味ね、金融特区っていうか、まあだからその税務署も手つけられへんようなとこなんですよね。そこでマネロンしてまうんだよあれ。ようできたシステムやなと思うよ。だからそうしたらね、犯罪の片棒を数えてるんだもんですよね。そうです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 、うん、だからそういうもうああいう金融の何かマネロンみたいなやつってもうほら、あれどこやったっけ、ヒグさん何党やったっけ、もう7、8年前にしょっぴかれましたよ大々的に。名前って何やったっけ、エプスタイン長、あれ何やったっけ、あのあったでしょ。ありましたありましたありました、うん、隠し口座いっぱい持ってるなとこ、あなんちゃらとケイマン、はい、ケイマンとかなんやらととか、はい、あれがもうああやってやられてるってことはもう無理な時代になってるってことやからね。多分ああいうことすんのもうカジノじゃ、まあ、無理よもう多分、うんうん、だからあの JP モルガンがスイスの隠し口座みたいなのなんていうかな、あれも変なマネロンの麻薬とか人身売買のマネロンのマネロン銀行とバレてもたから。まあもともとねスイスの銀行はね、あの預金者の情報とか一切出さんっていう、うん、そういう信頼性があったんでね。みんな出さんってことは悪い金が集まってくる、まあ、集まる倒産できますよね。合法的じゃない金、うちはあの警察とか来ても何も言いませんよっていうことは、悪い人はそれはね、ああよしよしってなりますわね。合法的じゃない金とか脱税の金とかな、はいはい、そこは全部あっこ行ってるわけですからね、はいはい、ああいうのも無理やっていうことになってきたんで、カジノはないわな、もうこれ今あれですよ、その日本の富裕層とかね預金とかにしても足つくじゃないですか、うん、また現実的に戻って隠してるみたいですよ。何を、現生を、現生をで税務調査でやっぱ見つかるんですって。ほんまもうなんか原始的なところで。生々しいな。それ売上隠してるかね。大体そういうのって。そうですね。売上とかあとまあ車売買したお金とか。うん、まあ現金で入ってきたやつじゃないよな、土の中隠したりするんやろか。土の中とかですね。隠し金庫とかね。もう昔流行ったからもうないやろと思ったらまたもうちょっと戻ってきてるみたいですよ。もうちょっと考えたらええのになでもなあ、そこまでして隠したいんかな。でもやっぱまだおんねんな、そんな人いますね、でこの前税理士館で回る新聞で写真出てましたけども、仮面の中に入ってあの家のあの底開けて掘ってあって、その仮面の中に札束いっぱい入ってるとか畳開けたらそこザーッと入ってたりとか、なんかエチゴ屋の世界やな、なんか、うん、こんな写真ばっかり10枚ぐらい掲載してました。いまだにこんなやってんねやと思いましたけど、まあ樋口さんよりほんまあれやな、樋口さんのところ事務所のやな天王寺とかね、もうまだそんな外国人おらんな、戻ってきてるとはいえ、おるそんなおらんやな。あの民泊やってるところはね、夜とかなったらいっぱい帰ってきますわ。ああのゴロゴロして、あ普通のマンションでやってるんで昼間は分からないんですよ。朝とか朝出かける時ゴロゴロ引いていたりとか、うん、晩帰ってくる時ゴロ引いてくるんで、そういう時しか見ないです。昼間は見ないです、どっか行ってるんで。あやっぱアジア系多いで、
アジア系も、あの欧米の人もおるよな、結構いますよ、ええ、あの辺おったら道聞かれますもん、うん、福岡も力入れてるもんないもん、あ、うん、福岡とか北九州とか、うん、まあうまく出たらもともとポテンシャルあるから集めようと思って集めれますもんね、うん、ええ、ただ台風多いんでね、あ、まあそれはそれ知らないですね、福岡とか北九州とかまあ京都もそうやけどな、ええ、大阪はやっぱりただ単に素通りなんよな、やっぱ一回到着してどっか行くって感じやな、そっから。そうですね、大阪でどっか見ようかとかっていうのはないもんな、そんなカジノやとか万博じゃなし、なんか何もちょっと考えりゃやのにな、なかなかないんでしょうね、利権やも儲けたいだけやもんな、あの連中は、なんか利権こさえたいんやな、やっぱり、うちの事務所の周りもマンションいっぱい今作ってるんですけども、うん、もう中国人所有とかめちゃくちゃ増えるみたいですよ。いやろ、多いです。で、分譲なのになんかもうすぐ賃貸に出てますからね、物件が、うん、女中国人とかで多いやろ、サイレントで、我々知らないところで、うん、すごいです、すっごい多いよ。見にもけえへんって言ってます。そう、見にもけえへんよ、すっごい金入ってきてますよ、今、中国から、日本人より不動産持ってるんちゃうか、中国人の方が日本のっていうぐらい買ってるよ、今、どうなんねやろあの、心斎橋とかの方のマンションっていうか、ビルとかもね、どんどんオーナー変わっとるんですよ、で、あの要登記簿に何とかビルとかって入れるじゃないですか、で入れたらビル名変わったら登記せなあかんのですよ、変えなあかんのですよ、でコロ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 変えさせられて頭に来てるとこもありますね、あれ何とかビルって入れんかったら、登記帳入れんかったらもう変えんでいいんですけども、そんな知らんところはご丁寧に何とかビルまで入れるんで、入れんかったよね、中国人のね、インド人の人とかもね、側近で8億何もの物件とか即買いとか、そんなの安いもんな、日本の不動産な、まあだからこれ日本中国人に買われるとかどうだこうだって言うとおるけど、中国人おらんかったら不動産動かんもんな、もう今。そうですね、それぐらいそこ支えてるもんな、あいつらが、あ、ほんでやっぱね、もう大体見えてきたけどさ、下がらんわこれ以上は、大阪も、あれですよね、一等地は下がらないですよね、まあよっぽど極端な田舎とかな、駅から遠いと、田舎の方のね、駅から遠いとかな、過疎地になると、まあ、もうそれはもうあかんあかん、もうそれは元からあかんけど、そこそこの場所で駅から10分とかいうレベルの以内やったら、まあ下がらんわもう、飛び地とかよっぽど変な土地とか変な建物でなかったら、まあ下がらんわ、もう、やっぱそんだけ金が余ってるんですよね、日本も外も、ちょっと下がったら入ってくるもん、そうですね、もうまず下がることないわ、それで今までバブルのあのあの時のほら昔のバブル崩壊の時やったら銀行が閉めたでしょ、はいはい、日銀がいっぺんに見える総裁だっけ、あれで銀行が出せへんようになったからって崩れていったけど、今回は利上げして金融閉めても現金出てくると思う、今度思ってますもんね、で日本人ダメだったら中国人とかね、インド人とかいろんなとこから来ると思う、もう、だから金融が閉めても閉めても融資いかんと買いに来るやつがおる、現金で、多分下がる理由も下がるはず、下がらんと思うわ、10億、20億、30億、見もせんと送金してくるわけでしょ、そうですそんな下がりもないよ、やっぱ魅力的なんやろな、でもな、買える時買っといた方がよかったかもわからんな、日本の土地も日本人もな、そうですね、下がる下がる、バブルやバブルや言うても、あのタワマンとかが下がると思うわ、いずれあんなんは、あんなバカみたいなもんは、そこそこのとこは下がらんのちゃう、どう思うよさ、
さがるあれはないと思いますね。今持ってる人って、今抱えてる人ってもうちょっと景気悪くなった、金融締められたら投げ売りするような人って少ないみたいな感じがするよ、見てたら、はいはい、うん、いや別に大丈夫よみたいな、うん、だから大手のディベロッパーとかでももうどんどん攻めていってるじゃないですか今、うん、だからもう下がるあれが当面ないと思ってるからと思うんですよ、うん、駅地下とかね、駅上ビルとかもどんどん作ってるじゃないですか今、うん、大丈夫なんかな、あんな商業ビルいっぱい 今やるって言ったらリスク高いじゃないですか、高いと思ったら材料代も上がってますし、高いと思う、人件費も人工代も上がってますし、うん、だからその分転嫁したら販売価格もめちゃくちゃ上がるはずなんですけども、うん、それでもいけるって踏んでいくんで、いってるんで、うん、まあ数は減ってるんですよ、うん、作ってる数自体は、うん、あの中心部にばっか集まっていってるから、うん、中心部でもなんかえげつないところに作ってません？あの本町の駅の真上とかね、そうそう、今までそんな手つけられなかったところをどんどん手つけてつけてんな、うんうん、だ極端にこう利便性のええとこに、はい、で単価がバカみたいに高いものを作っていってるよ、はい、今だから、はい、そっちの路線だから結局見てたらな、言い方悪いけど江口さんな、あの手のやつは金持ち相手にしてる物件ですよね、大体、はい、うん、どう見ても、うん、普通のサラリーマンとかローンで買うっていう値段じゃないですもんね、もう、うん、だからあのバブルの破裂する前にほら、あの時は地方に流れていったでしょ、物件が、はいはいはい、うん、住む人もほら、はい、例えば東京にだったら新幹線で通うとか、はいはい、軽井沢から通うとかなんか流行ってましたかね、なんで大阪中心部出勤するのに三重県の名張まで、はい、とか、あの何ていうのあれベッドタウンっていうやつか、はいはい、あれがボンボコボンボコボンボコだった時代やったけど、あれがもうガタガタになってるでしょ、もうゴーストタウン化してるでしょ、逆にドーナツ化現象が、ドーナツがこう集中都市に戻ってきてますね、うん、でしょ、で極端に利便性のええところで単価の高いやつばっかり売れていってるから、うん、だからなんか一見平均単価で見ると上がっていってるんですよね、うん、やっぱ見えるんですよね、はい、よう売れてるの、うん、でもあれ買ってるやつはもうなんか10億20億を現金で買えるようなやつでしょ、はい、出てきてるの、はい、うん、だからすっごい二極化してるんちゃうんですか、うんうん、多分なあるとこにパンねんわ、そうですね、タワン節税できへんとか言ってるけど、あの全然買った方からしたら節税のそんな節税的な意味で買ってる人少ないでしょ、あれどっちか言ったら、突き抜けた富裕層じゃなくて、うん、ちょっと富裕層、プチ富裕層はそれで結構財産変わるんでね、節税目的の人もおるやろかな、うん、あ、もともとそんな節税目的ならないでしょ、あれあるそんなに、うん、結構あります、ある、やっぱ、うん、やっぱあるんか、あんだけ建物分がやっぱ大きいと、土地が少ないもんね、持ち分ね、土地がもうほとんどないじゃないですか、ないもんな、ほとんど建物ですし、うん、で上の方に行けば行くほどタワマンとかめちゃくちゃ時価っていうか販売価格高いじゃないですか、高いですよね、それに比べて固定資産税ってその1階とかと同じような同じ金額になってるんで今、うん、で相続税の評価もそういう金額になるんで、まああれはでも税金徴収する側からしたらちょっとこれおかしいやろってなるわな、やっぱりな、はい、なんぼなんでもな、はい、うん、評価額に比べて実勢価格はあまりにも高すぎるっていうのはね、はいはい、いずれあれもダメになるんじゃないですか、どうなんですかね、今のところあれですよね、その前神奈川でしたっけね、あのタワマンで台風かなんかで1階とか浸水して電気系統がやられて、あったな、エレベーターも使えない、水もオール電化で何も使われへんとかっていうのが、埼玉やったんちゃうかな、いやあの神奈川ですね、まあまあ、ええ埼玉のなんかなんちゃらというとこもあったな、なんか、ああそう、そんなんね、それタワマン2棟かなんかやったんですよ、うん、で、あ、武蔵小杉か武蔵小杉、はいはいはい、うん、で、それでもうそのマンション自体もその評価下がって、で、他のタワマンもあかんのちゃうかってちょっと落ちたと思うんですよね、うん、ですわな、でももう今になったらもう関係ない感じにわたわたって言ってますからね、だから災害になったら弱いと思う、
じゃあ帳簿とかね、そういうなんで価値観で、付加価値でみんな売買してますからね。あれ、生現物が取れ、高速走ってたら、あの中央踊り沿いでもずらー並んでるけど、生見てたら、これ地震機だとどうなんねんこれと。そうですね。ババ抜きゲームやなと思って見んねんけどな、あれ。怖いよな、あれ。めちゃくちゃしなるんでね、今免震のあんなんのやってるんで、うん、上をしならそうとしてるじゃないですか。だから倒れるとか崩れるとかそうじゃないしね、あのエレベーターが止まってまうとか、うん、インフラが止まるとかな、はい、なんかそんな事故起きるんじゃん、閉じ込められて出てこられへんとか、まあ火災起こったりとかね、海からとかでね、なんかの弾みで崩れてまうわな、ああいうのって、はい、まあ今のところは。で今言われてるのが、その例えば大阪って大阪城を一望できますっていう、うんうん、あの触れ込みで買っても、その前に立つ可能性もあるわけじゃないですか。よう立ってる、ね、もう立ったら終わりじゃないですか。その帳簿を目当てにね、みんな買って高い値段出してても、よう立ってる、ね、うん、そのリスクも結構あるみたいですよ、うん、そういうとおった、ね、せっかく買って、ね、帳簿良かったのに目の前にアパホテル立ったとかな。アパなんてめっちゃ高いの建てますもんね。クソアパホテルみたいな、ほんで資産価値一気に下がるとかな、はい、そんなアホみたいなもんか。なんか何やってんのかなって話やけどな、井口さん、それいつぐらいからやんなもん流行りだしたの、タワマンなんてこの10年ぐらいでしょ。そうですね、あの東京のね、ウォーターフロントのところらへんとかで、うん、結構バンバンバンと立ち出したんですよね、うん、あれが人気になって、うん、もういよいよ限界ちゃうんかなと思うけどな、うん、大阪はまだ作っていってますよね。作ってんな、東京のはちょっと下火になってきたと思うんですよ、うん、もうそういうところなくなってきたんで、いいところが、うん、大阪も大阪でどっちかやったら中央通り、あの、なんていうか、どちらかって言ったらやっぱ湾岸気味のところが多いじゃないですか、はい、なんじゃかんじゃ言うたら、はいはい、山の手には立ってないんでね、あんなもん、はい、そうですね、うん、怖いよな、やっぱり地震一発来たら、う、ね、うん、地盤緩いからね、はい、山の手にタワマン建てる理由なんかないもんな。ないですね、山の手ですから、ちょうどいいですからね。山の手いいところにそんなこそびていかないですから、ね、山の手にタワマンなんか建たんからね、湾岸沿いやもんな、どちらかというと、はいはい、地盤緩いとこ建ってんねんから、はい、いやーこれ関東、俺東に、もう東京関東大震災なんかやってどうなるのかなと思うんやけどな、あれいずれ降るんでしょう、でもって言われてますよね、あと南海トラフと、うん、まあ、神戸淡路島はなあ、ちょっと前25年かそこら前に来てるから、うんうん、30年ぐらい前か、まあまだ30年ぐらい今やるけど、うん、もう10年以内に来るん違うんすか、うん、おかしくないですね、うん、静岡とか名古屋とか、うんうん、東京とか、うん、あんな高いとこよく住むなと思うんや。ヒロさん、その木あのとこ住みたいと思うわ、あんな高いとこ。怖いですもん、うん、あ、窓開くんかな、最上階とかで窓バッて開いたらすっごい風来るのかな、やっぱ開く部屋もあるみたいですよね、ベランダもあって、まあ突風の時は怖いな、開けたら怖いですし、なんかこうね、ベランダ出て酔っ払っててね、うん、まあ、あの背は高くしてるんでしょうけども、なんかの弾みでね、落ちるっていうことも可能性あるじゃないですか、うん、もうタワマン好きな人もおるな。インボイスどうなってます、進行具合は。もう一応ね、あの普通に何事もなかったように進めてます。国はな、ええ、何事もなかったように進めてますって言うけど、もうどうでもええわと思ってる事業主の多いじゃんすか、もうアホかお前らって。もうほら、マイナンバー地に落ちたでしょ。まあね、完璧に地に落ちたでしょ、もう、ええ、どうするんですか、ね、あの保険証。いや無理やって、だからわざとやってるって。保険証もなんかその臨時のなんか発行してとかって言ってるじゃないですか。でその期限もなんかどうのこうのとかっていう話になって、もうでもあれ河野太郎わざとやってるってあれ。うん、いや、あれ、あの人は本気でやってんやろけど、引きずり下ろされてますよ、うん、あそこまでひどないよ。
小学生でももうちょっとまともにすると思うね。あれミスだらけですね。ミスだらけどころかもんな、仕事してんのかほんまにみたいな。無理無理無理、あれはもう絶対無理ですって。マイナンバーは、ああもうあとはあの首相がいつやっぱ無理でしたって言うだけの話ですよ。まだ頑張ってるけど言いますか、ね、言うやろ。もう支持率 20% 割れかけてるやんか。内閣支持率 20% 割れかけてきたらもう言うよ、さすがに。最後はもうこれ無理でしたって。でもあの人なんか変に腹座ってるじゃないですか。で腹座ってんな、ひょうひょうとしてるでしょ、自分の意思ないでしょ、もう言わされてるだけでしょ、撃たれてもなんか叩きましたみたいな感じじゃないですか。だからどこで解散で、俺今回 15% 内閣支持率 15% ぐらいで解散総選挙やるんちゃうから、ひょっとしたらと思うけどな。もうボケたふりして。ボケたふりしてですか。秋ぐらいに、11月ぐらいに 15% ぐらいで解散したら、まあもうえらいことなんだよこれ。まあどないなんだやろこれって。だってもう厳しいですもんね。マイナンバー、ワクチンもあったけど、そこへ来てマイナンバーでしょ。でこの前あの婦人部会かなんかやらせて、フランス行ってボケたことしてるでしょ、はい。であと木原なんとかとかね、はいはい、あとなんと まだ何回起こったな、もうなったんかいっぱいやし、下半身ネタで引きずり下ろされてるでしょ。わざとやってますよ。あれなんでですかね、なんかもう誰かがやると、あこれやったらあかんなっていうあれはないんですかね。いやいや、ないんじゃないね、ひぐさん。みんな知らんね、僕もな、2、3年前まで知らんかったんけど、あの人らの世界っていうのはちょっと違うんすよ、普通と。だからあれって思ってると思うんですよ、あの人らも。分かんかったんって。そうだから、今まで良かったのになんで急に言うのみたいな。あそういうあれ、そういう世界なんですよ。あみんなそこが理解できへんのですよ。あなるほどね、違うんすよ。そうですね、あの官公庁とかも前例主義ですもんね。そうなんですよ、裁判所とかも、だから政治家もほら河野太郎とかね、はい、小泉進次郎とかもそうなんですけど、はい、あっちの出じゃないですか、マサチュッセ、じゃあコロンビアコロンビアなんとか大学みたいな。そうです、なんせシンクタンクが操ってるというか、はい、作ってる学校みたいなやつですよ、はいはい、CSIS とか、はいはい、ああいうとこから出てきてるから、はい、いやアメリカさんの言うこと聞いてやってたら何がおかしいのみたいな、ふうに思うんですよ。ほんとそうならしいわ。だから国民がわーって、メディアがわーって騒いでる、はい、いや今までこうやったのにみたいな、そういう世界におるんですって。そら理解できないですね、お互いに。ねえ、そういう世界らしいですよ。ちょっと日本も厳しいですね。面白いですよね、これ。でもマイナンバーの行方楽しみはないけどな、これ最後どうなるかな。もう楽しみっていうか、もう勘弁してくれって感じですよ。どんだけ税金突っ込むねんっていう。もうどんどん増税されてるじゃないですか。だから事務長とかも税金高いとおっしゃいますけど、私自身も腹立つでしょ。もう消費税とかもね、なんでこんなに取んのってやっぱり思うわけですわ、他では言えないですけどね。だからね、結局まともにさえしとってくれたら税も払うしな、もうそれはしゃあないなと思うけど、あんなことされてな。あんなアホみたいなことしてどっかに金ばらまいてな、ほんでまた税金上げる税金上げる言うんでしょ。そりゃ腹立つよ、どんな人でも。だって官僚も役人もやっぱ税金払ってんもんな、あの連中だって、あいつら思ってると思う、ええ加減にせえよお前らって思って。いやこれマイナンバーの行方楽しい、ここまでやって最後どう、やっぱ無理でしたってなったらもう、いやもう前代未聞でしょ。どう思う、あれもう無理でしたっていいしか言いようないでしょ、もうあんだけ出てきたら。いや負けは認めような気がするんですけど、機能せえへんのにやるってことなんやろ。思ってた 100% じゃないけども、やっぱりやります、できる範囲内で
やるんちゃうかな。やるでしょ。ほんだメディアもメディアでまた決まってくるから、また出てきた、また出てきたってやれんで、どうなんの。だからあれじゃないですか、そのメディアが飽きて次に行くのを待つんじゃないですか、じっと。いやでも半分の人が持ってなかったら機能すんの。いや、カード持ってなくても結局マイナンバー振ってるだけで、うん、あのいろんな情報が、今まで入ってこんかった情報が入手できたりするんじゃないですか、うん、でも基本的にはその基本的にそれを生かそうと思ったら紐付けせなあかんわけですよ、なんじゃかんじゃと、ね、その紐付けをさせへんようにしません、みんな。もうまともないと、それがね、私思う、もう個人的な話ですよ、あの銀行とかは言うこと聞きよるんですよ。うん、聞くわな。ですから、あの通帳持ってる人は全部マイナンバー紐付けお前らせえと、うん、いついつまでせえと今やってますよ、ええ、うん、でそれを強化したら、みんなのそういうね、あのキャッシュのフローとかね、ストップとか把握できるじゃないですか。そうそう、それだけでも儲けもんなんですよ。だから銀行とか保険会社とか、ね、保険会社とか、うん、自分らが強権的に出れるところだけやらせると、一般個人には容易かんですよ、もうグリップしてるとこですよ、はい、言うこと聞かんかったらお前のとこ取り上げんぞみたいなね、はいはい、だからあれで我々のとこ来ませんやん、神が、はいはい、もう4回5回来るかな、はい、あなたのマイナンバーかけ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 って俺一回も書いてないけどまあだから何ぼかだけでも取れたらラッキーぐらいでしょ、思うわ。もうでも、もうそんな無理やで。あんな前代未聞みたいな話ないよ、イブさん。今までイブさんも長いことこうやってあんな見てて、税のことやんねんから、仕組み変えるとか、ああじゃこうじゃって、ねえ、いろんなことをこう、上から降りてきたやつやってたやるけど、今、ここまでもないでしょ。こんだけバカバカしいことやってんの、 あまりにも稚拙すぎるねひどすぎるじゃん、だ無理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 、もう最後あれ全員解散して逃げていくだけですよ、もう何もなかったことにしようって毎回の子では何もなかったことにしましょうみたいな、なん責任取らんでやつらは、なあ、それの民間と違いますよね、うん、だからチェック機能もしないんでしょうね、なあ、だからもう、でも税務署の職員さんなんかもええ加減嫌なんちゃうんすか、なんか変なことばっかりこちょ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 こ書いてこられたら、でも彼らはね頑張りよるんですよ何を思ってるのか知らないですけどね、自分らのその栄養に解釈できるところだけを勉強して、そこだけ一生懸命やるようなんです。やっぱちょっと構造が違うのかな、ああいう人らって。違いますね。だからもう言ってみれば狭い世界で生きてはるんですよ、ね。だろうな、だから出世もそんなしないですしね。キャリアじゃないんで。でそうすると言われたことだけやってコツコツやって年数重ねたらそれなりの給料ももらって。退職したらまあ他のとこ行けたりとかしてと、もうそれだけをコツコツこう積み重ねて成果を上げると、それがいい人生なんだと思い込んでるっていうのもなんかすごい話やな、でも、あんまり勉強できんのがええんちゃうんすか、ヒグさんとこの子供もつくづく思わん、いや俺ごっつ勉強できるし大学出たら税務署行くねんとか言われたらやめとけって言うでしょ、税務署はやめとけあの公務員はやめとけやめとけって言うでしょ、公務員になる人ってあれじゃないですか、もう安定だけを求めてるじゃないですか、潰れないし、よっぽど悪いことせんかクビにならないですし、もうわからんとこまで来てるやん、今でも来てますけどなかなか切られないじゃないですか、いや分からんぞ、あれこそクビになったらもうどうもこうもならんでしょう、もうでもクビにはなかなかできないですよ、あの新規採用とか絞ったりとかね、あ、まあ、そういうのはするでしょうけども、年寄りは残りますよ、仕事せん年寄りだけが、で文句言われてもごめんなさいもうしょうがないからみたいな感じで、ね、堂々と言うのがね公務員じゃないですか、やっぱりエブさんもあれか、子供が税務職員だって税務職で公務員を止めるんや止めます、止めるんや、やっぱり、まあ、ある意味税理士さんとお客さんのところ行くから、で、ある意味
の生活水準から何から見るもんな、全部は分かってるもんな、はいはいはい、商売しろがいいよなって見えるよね、やっぱりな、はいはい、まあそのやり方によるけど、なんで公務員ってその退職まで頑張って退職金だけで生きてるって嫌よな。でもね退職金それなりにあるんですよ、民間で勤めてるよりね。でリスク少ないっていうんで、やっぱそういうのを良しとする人は結構おるんですよ、ね、おるんやな、ね、やっぱでもちょっとなあ、なんか嫌やな、そんな生き方。特にやっぱあれですよ、その親が事業で失敗してる人とかね、そういう人はもう反面教師にしてるんで、てるあれは結構もうそっちの方に行きますね、見てるんで親の苦労とかを、ね、大金持ちはならないけども普通に生活を確実にできるっていう、そっちの方を取りますね、やっぱりね。まあでも公務員ってまあ中身によるけど、仕事によるけど、あんまええもんじゃないよな。まあ建設的な仕事はあんまりないですね。ないよな、言われたことやるとか、うん、決まったことやるとか、はい、決まったことを一言一句一句間違わんとこう書くとか、嫌よなそんな。上から言われたことやるってのも嫌やな、それ。今の若者そういうのを良しとする人も結構いますよね、うん、自分何も考えんで責任も取らんで、うんうんうん、でまあ給料安いけどもそれなりにもらえる、だから行くっていう、うん、バイトとかもそうですけども、うん、なんかそういう考えの人もいますね、うん、そういう人たちにとったら天国なんでしょうね。そうなんかな、うん、でも人間関係も煩わしいんちゃうの、あの世界も意外と。まあ、田舎に行けば行くほどね、まあ、人数少ないんで、なあ、都会の役所はそうでもなさそうやけど、でかすぎて、うん、田舎の役所なんてなんか人間関係ややこしそうやけどな、見てたらね、いけん。まあそれはありますけどね、あややこしそうやけどな。樋口さんとこの、あの息子 も自分ではこう 何するとかあれするとか言うてんの？いや、もう一切感知しないんで、他人に迷惑かけんかったらいいという話してるんで。高2でしょ。高3です。あ、高3か、はい、大学行くの？大学は行くみたいです。わ、公立受かってもらわんと。もう何も言ってないです。うん、今まだ一生懸命勉強してる最中。勉強してますよ、なんか、うん、うち娘、学校辞めてよかったで。お医者になられて大活躍ですよ。税務申告してもらわんかな、娘のやつも。知らはります？言せなあかんでしょ。いや、この前の時、ご本人の責任でするかせんかわからんみたいな話だ。どうも、一回な、いやでも一回やったらもう、そうそう、もう抜けれないですよ。そうそうそう、だから別にちょっと苦しめてやりたいねんけどな。え、どっちでですか？なんかこう、なんていうか、そういうルールとか法律的なもんを守らなあかんよみたいなものでし、はいはいはい、うん、だって免許、まあ、こんな言うとあれやけど平気やからな、違反して免停なっても。免停って何みたいな。あだからちょっ免停なっても何ってことは運転普通にしてはるんですか？まあちょっとな、気にもしてない。うん、車貸してとかな、うん、まだ免許ないのに。原付免許で車貸してくれって言ったりな、うんうん、ちょっとな、そういうところかな、うん、俺苦しめとかなあかんなって、ね。どうやろうか、その辺は。やっぱり事故とか起こすとおっかないですよね。まあ、そういうこと言うと本人に言ったって無駄なんでね、うん、あえ事故あえやと思うけど、またあえへんねん、うまいことな、そういうやつを器用というか。事故あえやってすごいですね。なんかほら、そういうやつほどスルスルっといくやつおるじゃないですか、はい、うんうん、自分なんかこう感覚で、はい、うん、ここはちゃんとやっとこうとか、はいはい、ここはいけるぜ、はい、みたいな、あれが腹立つねんな、ちょっとな。あれで渡っていけると思ってんのがちょっと許されへんというか。まあ、ヒロさん、ほんまにすごいええで、学校行けへんって、すっごいええで、こんなええもんなんやと思ったで。うん、いや素晴らしいな、多分毎日仕事行くねんって、仕事行くってええよな、子供から言われると。
仕事行ってくるね。ああ俺も外交なんか行く意味ないわって分かってきたわ。もう大体増えてくるんじゃんこれから。その子、そうですね、うん、職人になるような子は、うん、な、職人、この職人付き合いとかっていう子はもう高校とかだいぶ書いて邪魔ですよね。うん、あの現場の職人なんで今もう給料高っていってるでしょ。高いです、ね、ああ、人おらんしな、やっぱりもう変わってきたよな、うん、ああ職人でもね、もう唯一無二の人になったらほんま仕事はもうひっきりなしにもういますからね、うんうんうん、やっぱ最後は手に職みたい、手に職というか誰にもできへんようなことやな、ね、うん、やっぱな、うんうん、重宝されるわな、うん、そのやっぱりどんなんでもそのなるわな、うん、面白いな。樋口さんとこ息子も女のありやなとりあえず大学行って勉強するっていうことやな。まあ上昇志向ないんで、まあそれなりに普通にもう働けよって言ったら、いや何がしたいかわからんって言ってるんで、いっぱい仕事ある現場って生きたらどうってもうまあ一応選択肢でそういうのもあるよとは言った上でやってるんで、うん、とりあえず行っとこうかっていうのはやっぱあんねんな。まだなかもしれないですね。なあ、親からしたらもう働いてくれよと思うよな、ヒロさん。まあどっちでもええよっていう感じですわ。何でもええわな別に、何でもええわ、悪いことさえせえんから。そうですよ、こっちが構成言うて違うやったんやけって言われたら困るんで、な、自分で決めて自分でね、成功するも失敗するも自分の責任でやってくれたらな、変なことだけすんのわけやんみたいな、はい、それだけはもうやるなと、ありがとうございました。ありがとうございます。